べて痩せる缶詰トップ3をお伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、なぜこの缶詰を食べると痩せるのかが分かるんですよ。ランキング形式でお伝えしてまいりますので、ぜひ最後まで楽しくご覧くださいね。では早速本題に入ってまいりましょう。今からお伝えする缶詰の痩せるポイントはこちらです。EPA、DHA が入っているからなんですね。で、その理由はこの EPA、DHA が入っていることで、あなたが痩せ体質でやることができるからなんです。例えば腸の中の炎症を鎮めてくれて、痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やしてくれるから、またあなたの体脂肪の減少であったり、体温を上昇してくれること、そして悪玉コレステロールなどの悪いものを抑えてくれる力がいっぱいあるからなんですね。ですから例えばこういったEPA、DHA を取らないと、あなたの腸内環境が悪くなってしまう、結果デブ菌と呼ばれる悪玉菌が増えて、もうどんなに食事制限を頑張ったとしても、きつい運動を頑張ったとしても、長期的にその痩せることができないということになってしまうからなんですね。なのでこういった栄養素がしっかり入った缶詰を取ることで、あなたは痩せることができるんですよ。では早速ランキングの3位から1位まで順番にお伝えしていきますね。では3位はこちらです。あけぼのの鮭の缶詰です。で、私がこういったそのダイエット食を選ぶポイントはですね、先ほどの腸内環境を整える、栄養素が入っていることと、もう無添加であること、もうこれすっごく大事なんです。で、普通缶詰もですね、もういっぱい化学調味料がね添加されているので、私買えないんですね。ただこれももちろん無添加なんです。原材料がカラフトマス、鮭のことですね、と食塩だけですよ。皆さんいかがですか。こちらですね、もう本当にシンプルな材料のみで作られていますから、もう安心して召し上がっていただきたいと思います。で、またお値段なんですけれども、業務スーパーさんで買ってきたんですが、1缶で278円税抜きでした。で、鮭もなかなかそのわざわざ買ってね、こうさばいて下処理してて大変ですよね。その時にもうさっと缶詰があれば、もうパパッとトッピングすると、もう立派な一品に早変わりしますので、ぜひこういった長期保存できる鮭の缶詰を常備されておかれるのも良いと思いますよ。ではどんどんいきましょうね。第2位はこちらです。スモークオイルサーディンです。こちらおつまみにぴったりって書いてあるんですけども、こちらはですね、原材料が燻製のイワシと食用菜種油と食塩のみでできている缶詰です。で、こちら原産国がラトビアですね。バルト海で採れたイワシを、天然木を使用してじっくり香ばしく燻製にしました。お酒のおつまみやお料理にどうぞ。イワシには DHA や EPA が含まれていますということでね、しっかりとここでもこの EPA、DHA がね紹介されているんですけれども、こちらもですね、本当もうこのまま召し上がってください。めちゃくちゃ美味しいです。燻製してるのって美味しいですよね。スモークチーズとか、こうスモークイワシとか、こういったこう燻製しているものってすごくこう味わい深くって、味がこう深いお味になってますから、もうぜひぜひこのままでも良いですし、もう私はサラダにパパッとトッピングしたり、もう本当におかずも一品欲しいっていう時もね、もうこのまま食べちゃえということで、もうさっとこのまま出して食べてます。それぐらい便利ですので、あなたもこの、燻製の濃いわし油漬け、スモークオイルサーディンを召し上がっていただくことで、外からEPA、DHA を取っていただきたいですね。この栄養素は体内でできません。しっかり外から補わないといけませんので、ぜひぜひこちらを食べながら美味しくきれいに痩せていきましょうね。そしていよいよ第1位はこちらです。サバオリーブオイル漬けの缶詰です。手軽にね、これ EPA、DHA ってここにも書いてあるんですけれども、体に優しい魚を食べようっていうキャッチフレーズが載ってるんですね。で、こちらはですね、原材料がサバ、オリーブオイル、食塩のみでできております。
あ、ごめんなさい、お値段言うの忘れてましたね、先ほどの、オイルサーディンはですね、スモークオイルサーディンは198円でした。で、この、サバのオリーブオイル漬けは128円なので、一番コスパがいいですね。一番お得で、しかも体に良いね、オリーブオイルが使われているんです。オリーブオイルは腸内環境を整えて、お腹をこうすっきりさせる良質のオイルですから、これめちゃくちゃおすすめなんですね。で、またサバにこの EPA DHA がもうダントツですね。もうめちゃくちゃ入ってます。もういろんなお魚と比べてもダントツサバ入ってますから、あなたはこのサバのオリーブオイル漬けを食べることで腸内環境が整って、お腹もすっきりして代謝も上がって、もういいこと尽くしですよね。で、こちらもまあこのまま召し上がっていただいても良いと思うんですけれども、私はあの卵とじに使ったりとかですね、あのいろんなお野菜とこう一緒に炒めて食べる時もあります。もうすごく重宝しておりますので、あなたもぜひこのサバのオリーブオイル漬けを召し上がっていただいて、どんどん腸内環境を整えて痩せ体質に生まれ変わっていただきたいなと思います。さあ、いかがだったでしょうか。この動画ではこのようなさまざまな腸活法、健康法、ダイエット法をあなたにお伝えすることで、あなたが長期的にきれいに痩せるを応援しているんです。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。で、またこういった私のお話に対してご質問おありの方は、詳細欄に LINE のリンク貼っておりますので、皆様そちらからご登録後直接ご質問していらっしゃいますので、あなたも必要でしたら遠慮なくされてくださいね。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。